ラストエンペラー、ラストエンペラー、ザラストエンペラー、中国語、松大皇帝、イタリア語、エル・ウルティマ・インペラトレは、1987年公開の、イタリア、中華人民共和国、イギリス合作による、新朝最後の皇帝で後に、満州国皇帝となった、愛新架羅不義の生涯を描いた、歴史映画。不義の自伝、我が半生を原作に、 ベルナルド・ベルトルッチが監督、脚本を兼任した。メインキャストであるフギの青年時以降の役は、香港生まれの中国系アメリカ人俳優の、ジョン・ローナージタ。生大校によるフギに対する慎重肯定指名と、工業を描く1908年からスタートし、ところどころに、第二次世界大戦後の中華人民共和国での、先般収容所での尋問画面を挟みつつ、 満州国の皇帝になり、退位し、連合軍に抑留された後、文化大革命の最中に一市民として死去する1967年までの出来事をメインに不義の人生を描く。歴史的事実には重きを置いておらず、大胆な創作が随所に盛り込まれている。新朝及び満州国を舞台にした映画であるが、中国系アメリカ人俳優が主なキャストを占めており、 主なセリフは英語であったり、独自の客色も多い。故宮で世界初のロケーションを行われたことが、公開前から大きな話題を呼んだ。観光名所として1日5万人が訪れる故宮を、中国共産党政府の全面協力により、数週間借り切って撮影が行われた。色彩感覚豊かなベルトルッチの映像美は、圧巻の一語に尽きると高い評価を受けた。 特に故宮話伝での即位式の総厳、華麗なシーンは映画史に残る有名なシーンとなった。一方で、他にも中華人民共和国で同じテーマの映画やテレビドラマが作られた上、当時は同国政府による外国映画の上映、公映規制が現在より厳しかったこともあり、アカデミー賞作品賞を受賞した作品であるにも、かかわらず、 映画の舞台となった中華人民共和国での知名度は高くない。第60回アカデミー賞作品賞並びに第45回ゴールデングローブ賞ドラマ部門作品賞受賞作品。あとに219分のオリジナル全長版も VHS や DVD、ブルーレイのソフトで発表された。2011年からは2年をかけて劇場公開版フィルムを全面修復。 2013年のカンヌ国際映画祭で 3D 版として公開され、イタリアにてブルーレイ化された。1950年、第二次世界大戦の終結による満州国の崩壊と国境内戦の終結により共産主義国である中華人民共和国の一都市となったハルビン駅の構内。5年間にわたるソビエト連邦での抑留を解かれ、 中華人民共和国に送還された先般たちがごった返す中で列から外れた一人の男が洗面所で自殺を試みる。男は監視人の手により一命を取り留めるものの、薄れ行く意識の中で幼い日々の頃を思い出していた。この男こそ新朝最後の皇帝にして満州国の皇帝、紀元前以来から続く中国王朝の最後の皇帝、ラストエンペラーと呼ばれた。 愛新架倉不義その人であった。1908年11月14日、北京。新朝第11代皇帝、皇所帝の宝御に伴い、長きにわたって、新朝の最高実力者として君臨してきた、聖太皇は不義を、至近城へ呼び出す。事態を察知した、不義の実母福心洋欄は、ウバ、アーモニ不義を託す。物々しい様子の宮中で、は、 動じることなく、無邪気に、お家に帰れると繰り返すばかりであった。品種の生態公は、不義を皇帝に指名して放御する。即位式の日、家臣たちが三期休皇等の礼で新皇帝に、拝礼する最中、不義は、コオロギの鳴き声を追って、列中を歩き回る。そして居場所を突き止めると、コオロギを入れ物事家臣から譲り受ける。再び、1950年。 一命を取り留めた不義は、中華人民共和国の先般として、武順の政治犯収容所、武順先般管理所に送られる。そこの所長は不義を助けた男だった。そこで待っていたのは、先般としての自己批判の教養や、要人の立場を奪われた、生活習慣だった。そこで不義は厳しくも善良な所長相手に、孤独で不遇だった、私生活を、すべては、 空虚な儀式でしかなかったと振り返り、過去を改装していく。収容所では、実定の不潔と再会する。資金上を出ることが認められず、観願ら大人にかし付かれて育った奉義にとって、不潔は、初めて出会った、同世代の子供であり、大切な存在となった。しかしながら、乳母のアーモからは依然として血離れできず、不潔の目を盗んで、アーモのちぶさに顔をうずめる。 その様子を剪定人たちが見ていた。ある日、不潔が皇帝しか許されないはずの黄色い衣服を着ていたことから兄弟喧嘩となる。不潔は兄ちゃんは皇帝じゃないと言い、すでに連発もしない洋服の新しい皇帝がいると話す。不義は皇帝である証明に簡単に命令して墨汁を飲ませるが、不潔は自動車に乗った遠征外が、 新たな皇帝として君臨する姿を見せる。ショックを受け、カンガンラに問いただすと、資金城の外では皇帝ではないが、資金城の中では皇帝であると説明を受ける。そしてアーモは、資金城を追放され、フギは彼女を必死で追うが、会えずに終わる。アーモはウバ以上に、初恋の女性だった。再び1950年代、収容所所長は、フギの過去を知るため、 家庭教師だったレジナルド・ジョンストンが記した資金城の黄昏を開く。学生のデモで物々しい北京市街を経て、ジョンストンは資金城へ赴く。木内は城外と打って変わって、球体依然としており、伝統や慣習がそのまま息づいていた。十代になったフぎは知的好奇心旺盛で、盛んに城外へ出たがっていた。ジョンストンは家庭教師として、 勉強だけでなく場外の知識や常識を不義に与え、不義にとって信頼できる友人となる。1921年、不義の実母が成居し、不義は自転車で場外へ出ようとするが、衛兵に妨げられる。さらに場外へ出ようと屋根に登った際、頭を打ち、西洋人の意志からメガネをかけないと失明すると診断される。剪定平屋観官は反対するが、 ジョンストンはメガネを認めないなら、資金上の腐敗を新聞を通じて世界に伝えると言い返す。メガネを認められたフギが最初に見たものは、お非候補たちの写真であった。十七歳の遠洋を皇后に、十二歳の分縫を、祝費、第二候費、即室に選ぶ。古式ゆかしい婚礼が行われ、遠洋と分縫は友情を結ぶ。彼女を古風な女だと思っていたが、 実際には、フギの理想通り、外国語が話せて、ダンスが踊れる、モダンな妻であった。フギは二人で、オックスフォードへ留学したいという夢を語り、遠洋も彼を気に入り好きになりそうだと、互いに好印象を抱く。再び1950年代、フギは、日本と接近した経緯と理由を激しく質問される。成長したフギは、もはや場外への脱出ではなく、 改革を志すようになっていた。その始まりは、弁髪の断髪と、カンガンダの不正を露呈させるための、美術品目録作成であった。その夜、不安を感じた園養は自ら、不義の心情を訪れる。さらに分類も現れ、三人で仲睦まじく過ごすが、屋外では、炎が燃え盛っていた。一部のカンガンダが、証拠隠滅のため美術品ごと憲服院に放火したのであった。 フギは激怒し、共和国軍の支援も得て1000名以上の官官をすべて追放する。日本への接近が決定的となったのは1924年、北京政変だった。フギを対象としたクーデターで、フギら一族は1時間以内の退去を命じられる。ついにフギは資金城を離れることとなった。ジョンストンはイギリス大使館へ連絡して、秘語を求めるが、 国際問題になることを恐れ受け入れず、結局、不義に手を差し伸べたのは、同世代の天皇もおり、親近感もあった大日本帝国のみだった。日本の庇護した天津での生活は、軍閥との交渉はあったものの、そうじて楽しいものだった。不義と遠洋は、ヘンリーとエリザベスとなり、社交界でも、注目の的だった。一方、文縫は、資金城の外では、 社会的に妻として認められず、孤独な思いから離婚を望んでいた。ダンスパーティーの最中、小介席の上海制圧のニュースが伝えられ、居合わせた欧米人らが白紙喝采する中、和から外れたフギラに天かす正彦が日本公使館へお越しくださいと誘いかける。文乳は車中で離婚の意思を告白し、混乱の中ついに出奔する。とも失った。 遠洋の護衛のため、東洋の宝石、イーストン・ジュエルこと、川島よし子が現れる。彼女は、不義の登園であり、あらゆる情報に通じていた。彼女は、新朝の両母、清志桃が国民党により略奪されたニュースをもたらし、不義を激しく憤慨させる。そして、よし子は、遠洋にアヘンを進める。再び1950年代、不義が自発的に、 満州国皇帝になろうとしたか否か、激しく論争が起こる。不義自身は、告白には、日本に誘拐されたと記したが、ジョンストーンは、資金上の黄昏に、不義が望んだ、記していた。そして、かつての使用人も、天心井出立ち前日に荷造りをしたと告白していた。当時、不義は、 満州国の支配者の家系に生まれた自分抜きで満州国の成立はあり得ないと考えていた。慎重復活に惹かれる不儀に対し、遠洋は慎重な姿勢を示す。所長は事実を思い出せ、と至近長の黄昏を不儀の目の前に置く。1934年に不儀はついに満州国皇帝となる。告げ天礼が行われた後、即位を祝う舞踏会の最中、 園洋は涙を流しながら、蘭の花を食べる異常な様子を示す。不義は園洋をたしなめるが、彼女は日本の区別でしかない現状だけでなくなぜ自分を抱かないのか抗議する。不潔の横で客人から挨拶を受ける佐賀博氏を見やり、自分も彼女のように子供が欲しいと訴えるが、不義はアヘン中毒が理由だと説明し、訪日にも連れて行かないと告げる。園を中座した園洋は、 よしこの導きで、アヘンと同性愛関係に溺れてゆく。日本で歓迎を受けたフギが帰国すると、満州国内の様子が異様だった。国務総理大臣、提交書、ZHNG ジェウシュは、息子の暗殺を機に陰性し、イコール辞職に追い込まれ、代わって軍政部大臣、長慶慶、ジョングジンウが、関東軍の推薦のもと、フギから公認の承認を得ようとしていた。 午前会議の場で、不義は自分の預かり知れないところで決められていた、長の首相人を認めないばかりか、諸外国からも承認されつつある独立国として、日本のみならず、各国と対等な関係を築こうと話すが、関東軍の息のかかった家臣は次々に退席する。夕食の席で、遠洋は不義に解任を告げる。相手は、満州人の男で、不義のためにもなると話す。 そこへ、アマカスが現れ、承認のサインをする要請もある。不義は、皇后の解任を告げ、満州国の後継者が誕生すると強気に出るが、アマカスは逆に相手の男の名を不義に教える。不義は、提出の名誉のため、区別となることを余儀なくされる。やがて遠洋は出産するが、生まれた子はすぐ殺害され、遠洋は西洋のため皇宮を離れる。不義は彼女を必死で追うが、 会えずに終わる。その様子を見ていた天カスとヨシコは指を絡め合うのだった。再び1950年代、先般たちに対し中国共産党視点での歴史映画が放映される。大日本帝国は満州で侵略の足場を固め、上海での無差別爆撃、南京での20万人以上の虐殺、新珠湾奇襲、そして満州における、 最近戦のための人体実験に、アヘン生産、満州の映像が流れた時、フギは思わず立ち上がる。日本の敗戦、そして満州国の滅亡により、フギは不潔の進めにより、日本への亡命を図る。出発直前、皇宮に戻った遠洋と再会するが、中毒症状で変わり果てた姿の彼女はもはや会話が、成立する上ではなかった。そして亡命の途上。 ソ連に捕らえられたのであった。不義は共産党政府が用意したあらゆる告白に一転して署名を行った。1959年に特赦により収容所を出所する。文化大革命の嵐が吹き荒れようとしていた折、一階の庭師として植物園に職を得ていた不義は公衛兵のデモの中に罪人として引き回され。 晒し者にされているかつての収容所所長の姿を見つける。公営兵に話しかけ懸命にかばおうとする不義であったが、徒労に終わり所長は連れ去られていく。不義はその足で町をさすらい、博物館として一般公開されている。資金所へ、そしてかつては自分のものだった玉座へとおもむく。そこには彼の顔も知らない、博物館の主営の子供が一人いるだけだった。 玉座への立ち入りを咎める子供に、昔ここに住んでいたと語る。不義は皇帝だった証拠として、幼い頃玉座の隅に隠し持っていたコオロギの壺を手渡す。そして、子供が目を上げた時、そこにはもう不義の姿はなかった。時代は移り、1987年、公開当時の現在。 歴史を直接に知らない国内外から訪れた大勢の観光客たちが試金場を訪れ、騒がしさの中で不義の玉座を眺めるのだった。テレビ朝日版1987年度のアカデミー賞では恋の手ほどき以来となるノミネートされた9部門、作品賞、監督賞、撮影賞、脚色賞、編集賞、録音賞、衣装デザイン賞、美術賞、 作曲賞すべてでの受賞を達成した。特に日本においては、不義や満州国という日本人にとって非常に近い題材を描いた内容であったことで、幅広い年齢層を引き付けたことと、高松秀夫や立花はじめなどの日本人俳優が多く出演し、さらに甘春正彦役兼音楽プロデューサーとして参加した坂本隆一が日本人として、 初めてアカデミー賞作曲賞を受賞したことなど、様々な要因が大ヒットにつながった。史実を元に制作されているが、演出のために脚色された部分が多く、史実とは違う点が複数見られる。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。